ここで中野サンプラザホールで行われた梶浦由紀のライブの中からプリンセスプリンシパルの挿入歌ムーンライトメロディーをご覧ください。来年4月に続編の劇場公開も決定し、ますます盛り上がりを見せるプリンセスプリンシパル。10月19日、20日、舞浜アンフィシアターで行われるプリンセスプリンシパルザライブ由紀梶浦ボイドコース。音が生まれる時を体感してください。物語やキャラクターに寄り添う音楽がそこにあります。